どうも皆さんこんにちは、こんばんは。大学終わりのゆうこるです。今回なんですけども、こちら鬼滅の刃コラボ完全復刻、イエイ。いやもうみんな持ってるでしょ、はっきり言って。鬼滅の刃ってパズドラ史上最もユーザーが多かったコラボと言ってもいいと思うんですよ。鬼滅かマーベルで、ワンピース、ごめん、いたわ3強だったわ。マーベル、鬼滅、ワンピースの3強なんだけど、パズドラのコラボって。YouTuber 的ね、その再生数とか踏まえたらね。やっぱりちょっと頭1個抜けてるのは、ワンピと鬼滅、2個やな、じゃあ。でもまあ、鬼滅はとにかく人気コラボなんですよ。そんな鬼滅がなんと年末コラボで復刻オーマイガーでしょ、これは。え、今年熱くね？ちょっと待って。今年年末年始に鬼滅来るんでしょ？やばない？え、ちょっと待って。これは、皆さん先に言っときます。やばい。で、しかも、多分この鬼滅コラボで、え、パズドラ鬼滅くんのっつって今見てくれてる人もいると思うんだけど、今のパズドラ、バカみたいに魔法石配ってるんですよ、本当に。はっきり言って今のパズドラバカなんですよ、マジで。で、もしよかったらもう今のうちからパズドラ毎日ログインしてもらえたら、なんかやばい数の魔法石もらえるんで、ぜひもう早いうちにね、ログイン開始してほしいんですけども、まあ、今日はそんな激アツの鬼滅コラボね、見ていこうと思います。はい。で、まだですね、でもね、残念ながら鬼滅コラボの、詳細な情報出ておりません。まだあくまでこれは鬼滅コラボがね、配信されるという告知になっております。そしてこちら、この告知がなんと来週の月曜日、もうつまり3日後です。3日後の夜20時からは、パズドラ公式放送の生放送が決定。当日はチャレンジ企画や今後予定している開発情報、コラボ情報、モンスター進化情報などさまざまな最新情報をお届けいたします。イエイまあ鬼滅ですよ。だから言うならここで鬼滅の情報が来るわけよ。こんなん熱いに決まってるやん。しかも年末の情報全部ここで出るんで、年末生放送って毎年めちゃくちゃ激アツなんですよ。お正月関連のイベントとか、あとはね当然年をね、年をまたぐコラボの情報が来るわけですから、当然熱いんだけども、今年はちょっと先行公開ということで、なんと鬼滅が来るということでね、今日はちょっとね、鬼滅コラボの情報を実際にね、見ていこうと思います。はい。ユーゴールチャンネル少し大学でね、遅れてしまったんですが、ちょっとせっかくなんで、鬼滅どんなキャラいたかおさらいしていきましょう。ということで、こちらが鬼滅コラボのキャラたちになります。はい。こんな感じですね。鬼滅の刃コラボです。失礼します。炭治郎15体所持者のユーコルチャンネルと申します。よろしくお願いします。おい。ついにまたみんなに見せる日が来たな。禰豆子艦隊を。ね。あ、一面、禰豆子一面ね。僕、禰豆子37体持ってる。あ、38体持ってるんですよ、実は。ただ、鬼滅最近ね、復刻も来ないから、正直今禰豆子使うことなかったから、あんま艦隊として、一面として機能しなかったんですけど、これ、鬼滅復刻来たらまた激アツやね。ちょっと見ていきましょうか。まず炭治郎ね、当時最強だったんですけど、今じゃ正直もうね、今じゃ正直言って、もう、月の糸は見えてないですね、完全に。ただこれ、復刻来たら、いや、実はね、この前、ちょうど、キャプテンマーベル、マーベルコラボの復刻が来て、キャプテンマーベルが強化されたんですけど、もともとマーベルって強かったんだけど、今の環境には全く使えなかったぐらい、正直微妙だったのよ。ただ、復刻で、なんかやばい強化もらって、現状のトップ10普通に入ってきたんですよ、マーベルって。それを踏まえると、今までのパズドラの既存の強かったキャラは強化されないっていう概念は結構もう崩壊していると僕は思っていて、今のパズドラは既存で強かったリーダー、環境最強リーダーもかなり強化する運営になってくれてると思うんですよ。ということは炭治郎もめちゃめちゃ期待していいと思ってます、正直。で18単変身のね、変身キャラで7強3個に無股間っていう、今じゃ軽くもう話にならないですね。スキルは1ターン回復と攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍、水回復以外から火を4個生成が2ターンだったんですけど、例えばこれもね、火水回復4個生成とかになってね、で回復攻撃タイプの攻撃力 1.5 倍で、しかもロック解除もつくみたいな感じになったらめっちゃ面白そうだけどね。リーダースキルは水と攻撃の HP 回復が 2.2 倍、攻撃力が18倍、火の4個消しでダメージ軽減3個も加算と、強いんすよ、これが。当時めちゃくちゃ強くて、この火力で十分だったんでね。もうずっと炭治郎使われてましたね、本当に。今じゃもうね、微妙ですけども、こんな炭治郎もいたりとか。そして、無惨、僕一番期待できると思っていて、なんなら。無惨って回避ゼロになる代わりに、上段2列闇生成なんですよ。つまりこれって超つなげしキャラなんだけど、今って、この回避力ゼロもほとんど影響を受けませんし、なんならね、無惨ってリーダースキルもすごい強いので、これはマーベルコラボでいうところのウルヴァリンみたいな感じで、周回環境に復活する可能性は十分あると思ってます。無惨進化後は多色のね、リーダーキャラなんで、まあ、これもねちょっとどんな感じで強くなるか分かんないですけど楽しみではありますね。まあ、煉獄無効貫通ですね。無効貫煉獄です。はい。無効貫通煉獄に関しては、まあね、非9個生成2ターン、2個も加算、火の攻撃力2倍が12ターンという感じになっていて、まあ、無効貫通枠で使えたキャラなんで期待できますし、あとは、進化後に関してはですね、こんな感じで、7強3個もあり、消せない場合の覚醒無効5段階区に最上段施設だったんで、シャナパーティーとかにおいてね、消せない場合の覚醒枠で入ってくる可能性はありましょう。そして、禰豆子。これ当時最強だったんですよ、禰豆子って。スキブさんの16ターンで2ターンヘイスト変身で、7強2つ無股間2つ雲耐性 L 字バインドボイス持ちでした。はい。スキルは消せない場合の覚醒無効7ターン回復2ターン HP20% 回復が4ターンだったんですよ。これ当時最強だったんですけど、今じゃもうほぼ見ないでしょ。ただシャナみたいなベースで強いキャラってもう今非属性いっぱい揃ってるんで、禰豆子、まあそして炭治郎もね強化されると思うんで、炭治郎とかシャナとかいろんな非属性編成のサポート枠もしくは火力枠で使える可能性あると思うんで、禰豆子めっちゃ楽しみなんですよね。当時最強だったこともあって、どんぐらい強化されるか分かんないけど気合い入れて強化は入ってほしいよね。善逸です。当時攻撃力最強キャラでした。7096はパズドラ史上最強のキャラでした。当時はね 2way 6個で火力出せるキャラで、指と光の攻撃2倍が2ターンで打てるキャラですね。これももう強化の伸びしろしかないので、リーダー運用ですら強くなってほしいなという気持ちもあります。はい。で伊之助ですね。伊之助はまあダブル吸収持ってて指2分延長が13ターンで、これがまあ何ターンになるかですけどね、サポーターでかなり使いやすそうで、あとは伊之助進化後もね無互換3つチーム HP2 個で両足寄生性に3ターン経験持ってますから、なんかうまいこと軽減ループとかになればいいですよね。で伊之助武器はね、これねスキブチーム HP させて、当時から1年ぐらい使えたのかな。これもまあ今回ちょっと復刻でいい感じになってほしいですね。そして富岡義勇です。富岡はね、進化前は両端水生成6回水ドロップロックに覚醒無効5ターン回復が8ターンなんで、どうなるかという感じ。進化後はルーレット1個生成に無効という感じになっております。はい。とかあとはねこちら胡蝶忍ですね。はい。進化前は闇6個生成に全体を超絶毒に、そして進化後はね光闇回復毒でループできたんで、これも強化で結構期待できるっすよね。進化後も面白そう。胡蝶忍ループ当時流行ってましたからね。で武器は毒4つにチーム HP もちろん2ターン遅延武器です。はい、楽しみ。そして赤座、これは期待できるでしょ。7強5個持ちで当時のパズドラの最強覚醒火力だったんですよ。7強5個はパズドラにいなかったんで、ただ思ったより使われずに終わったんで、ちょっと今回の強化でいい感じに復活してほしいですね。赤座って空飛べるんですか。カナオです。はい。7強3つ無効貫通に2ターン遅延右足回復生成2ターン指が2倍が10ターンって感じになっております。はい。これもまあねなんかちょこちょこ使えたサポート枠って感じだったんで、まあ強化の違いはありそうですね、今となってはという感じでした。まあ、サビマコとかね、あとはね鱗滝とかね結構いますけども、まあ、こんな鬼滅コラボ復刻するということでめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、これ詳細はね、来週の月曜日に来るということで、ぜひね皆さん鬼滅コラボ熱いと思った人はこの動画に高評価をしてね楽しみにしておいてください。じゃあ今回は最新のパズドラ鬼滅情報を話す動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。